信なくば立たずという言葉があります。防衛省自衛隊の活動は国民の信頼あってのものです。私はこの機会に皆さんに問いかけたいと思います。あなたは守るべきルールを正しく理解していますか？分かっているつもりではありませんか？また周りの雰囲気に流されて悪いと分かっていながらこれぐらいは大丈夫だろうと思ってはいませんか？または問題が起こっている現場を見て見ぬふりをしてはいませんか？厳しい現場で働く隊員こそが自衛隊のそして日本国の宝であると確信をいたしました。本日防衛省における特定秘密に関する事案、海上自衛隊における不正な手当の受給や不正喫食といった服務事案、そして内部部局幹部職員によるパワーハラスメント事案について公表するとともに関係者に対する処分を行いました。また現在潜水艦修理契約に関し隊員の規律違反や契約の適正性に対する疑いが生じており特別防衛監察を実施しています。早急に調査を進め判明した事実関係に基づき厳正に対処します。信なくば立たずという言葉があります。防衛省自衛隊の活動は国民の信頼あってのものです。多くの隊員の皆さんやその先輩方によるこれまでの真摯な仕事ぶりを通じて防衛省自衛隊の国民からの信頼は積み上がってきました。その結果国民の9割が自衛隊を信頼しているとも言われています。しかしながら一部の隊員によるこれら一連の事案によってその信頼を裏切るものとなってしまいました。今回公表した事案の性質は多岐にわたっていますが根源的には共通する部分もあります。私はこの機会に皆さんに問いかけたいと思います。あなたは守るべきルールを正しく理解していますか？分かっているつもりではありませんか？また周りの雰囲気に流されて悪いと分かっていながらこれぐらいは大丈夫だろうと思ってはいませんか？または問題が起こっている現場を見て見ぬふりをしてはいませんか？そういった自分自身の振る舞いをあなたの家族や愛する人に誇ることはできますか？防衛省自衛隊は人の組織であり隊員一人一人の高い使命感がなければ国防という崇高で困難な任務を全うすることはできません。我々は立場や任務はそれぞれ違いますが皆等しく防衛省自衛隊という大きな看板を背負っています。今一度我々一人一人の行動が正しいか、そして働きやすい職場環境となっているか、そういったことに思いをいたし国民の信頼を取り戻すため全力で取り組んでいきましょう。昨年9月に防衛大臣に就任した際私は皆さんにこれから積極的に現場に足を運び皆さん隊員の要望を真摯に受け止めそして改革していくことをお約束しました。実際にさまざまな基地や駐屯地を訪れ厳しい環境で働く皆さんと直接接し皆さんの真剣な眼差しそして任務に臨む真摯なその姿を見て厳しい現場で働く隊員こそが自衛隊のそして日本国の宝であると確信をいたしました。私はいかなる時も皆さん隊員と共にあり続けます。今回の事案を私も一緒になって
真剣に受け止め、そして私は先頭に立って信頼回復に取り組んでいく覚悟です。どうか皆さんに置かれても改めて気を引き締め、共に職務に当たっていきましょう。